そうですね、初めのスタートの年というか、第1期目というかは、やはりその活躍できる、活躍するデモンストレーターを作ろうと、その意味で、技術的な強化、それから、活躍するという意味では、指導スキルであったりとか、いろんな研修も、ホスピタリティ研修だったり、SDGs だったり、いろいろな学習というか、そういった面でも強化しながら、進めた1期目だったんですけど、2期目の時に今インタースキーがあって、で、インタースキーで、のみならず、コロナを明けて海外の授業っていうのもスタートし始めて、その活躍する場は国内だけではなくて国外でも、しっかり活躍できるように、その姿を見て、次、その活躍するデモンストレーターっていうのは一人ではなくて、それが横の、どん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 広がっていって、チームとして、そのチームワークを働かせて活躍する、一つのグループっていうのが、この2期目のスタートにあたって、思うことですかね。でも、振り返ってみると、インタースキーはその SISAJ ってこう順番に行くんですけど、SAJ の順番ですよ、 SAJ が舵を取ってっていう中で、SAJ だけでは当然乗り切れないので、まずその20名のデモグループというかを一つにまとめるっていうのは、とにかく大切だったんですけど、やっぱり最初の時はやっぱ不安なことの方が多くて、デモたちも自分たちが活躍できるかどうかっていうのはすごく不安だったと思うんですけど、経験をして今言うように、日本、帰ってきてこの12月の1回目の合宿の中では、顔つきも違うし、自分が何をしなきゃいけなくて、この先やっぱりどこにどういうことをやっていかなきゃいけないっていうのを、ビジョンっていう意味では、しっかりイメージできてるんだろうなっていうふうに思いました。何か、そういう研修を進めるとか、雪もなくて今回大変だったんですけど、その中でも全員協力して、一つのことを一生懸命やってる姿っていうのは、ナショナルデモだけじゃなくて SAJ デモのチームにも、その効果すごく働きがあってですね、チームの全体のやっぱ研修理論にし、あの、まあ、ルームレクチャーとか、その外の研修、どちらもやっぱりすごく、なんていうのかな、顔つきが違う、目つきが違う、真剣に取り組んでいただいてるんで、僕ら的にもすごくやりやすいっていうか、一つになってやってるっていう、ことはすごく強く、特にインタースキー後は感じます。ただ、チームは分かれて、昔過去はそういう SAJ デモと N デモみたいな感じで分かれてやってる時代もあったし、体制的にやっぱそうしないといけないことももちろんあったと思うんですけど、テーマとかあるいはその練習の環境って、実はどちらの、グループも同じだったんですよ。同じ環境でやるとしたら同じモチベーションで、それと同じ方向を向いてやる方がチームとしては強くなるっていう。だから、この後の研修会、ブロック研修もそうですし、各加盟団体の研修会も、実はそのチームワークは SAJ デモと、ナショナルデモが一緒にやらないと、そのグループで、今度は分かれてチームワークを働かせないといけないんで、まずそのモチベーション的にはどちらの、デモンストレーターというのは一つですっていうところは、最初に思ったところなんですね。結果として今いい方向に向いてきてるんで、このままですね、活躍を続けていただきたいなと思ってます。春は、一回新メンバーでやってる、それは初顔合わせっていう形で、でもその時もデモ戦直後にやるわけですけども、非常に、なんて言うんだろうな、フレッシュな新しい人がすごく多くて、当然そのデモンストレーター合宿だったり、デモンストレーターってなんだっていうプレゼンからやらないといけないんで、要するに何も知らない世界に、経験したことないグループに入って、やらなきゃいけないことは、まずそのどういう活動をするのかとか、どういう、ルールがあるかとか、
本当にそれから始まったんですけど、まあ、2回目の、まあ、この合宿はシーズン初めの、まあ、すでにミーティングを行ったりして、今のデモンストレーターってすごく真面目だと思うんですよ。そのしっかり、まあ、さっき言った顔つきが違うと、まあ、しっかり目を向けて、そのなんとかここで成長しようっていうために、自分でやっぱりどうなりたいってイメージもあるし、それに向かってやっぱり努力してるから、まあ、その意味ではそのシーズンインの時の雰囲気っていう意味ではすごくそれを感じましたね、はい、そうですね、まあ、久々に行けないなっていう感じで始まって、とはいえまあ一箇所だけ滑ることができて、まあ、思ったよりもあのバーもみんなでこう作っていく中で、まあ、自分たちが作って自分たちの足で登って自分たちで滑るっていう、すごい地味なことなんですけど、まあ、たまたまそこの環境が、まあ、林の中の林間コースみたいなところで、まあ、音が遮断されていて、まあ、逆に言うとその環境であったからすごい集中力が発揮できたと。で、まあ、当初は雪が消えちゃうかもしれないんで午前中で終わりかもしれないっていう中で、まあ、午後までしっかり滑ることができて、まあ明日滑れないかもしれないっていう中では初日だったんですけど、まあオープンラストまで、まあ、その集中力が途切れなかったっていうのは素晴らしいことだなと。多分なんですけど、まあ、声がけというかこういろんな話をしながら次こういうふうにやってみたらとかっていうのを、まあ、それぞれがやってたと思うんで、まあ、そういう意味では本当にいいチームになってきてるっていうのを、まあ、感じられた、まあ、初日だったと思います、はい。まあ、一つの狙いは今回のテーマ設定ってこれをやってこれをやってっていう順番を追う、まあ、テーマではなくて、この、まあ、同じベーシックな基本動作が滑りがこうレベルが上がっていく中で低速でももちろん必要なんですけど高速でも必要、同じことがまあ発揮される。だから低速でやったことを高速でできれば当然いい滑りになりますよねっていうような、まあ一貫した技術の高まりというか一貫した運動のによってまあ組み立てをしていくっていう、高速でやっていることを実は低速でやろうとか、でそうなった時にやっぱり低速になった時にまあいろんなまあアライメントがスピードが出た時の形になってたりとか、あとはまあ今回も細かいあの動作のこと言ってるんですけど、その部分がまあ動きにくかったりバランスだったり、本当は逆で低速でやってることを高速でどんな状況でもそれはまあバランスが取れるとか、そのタイミングですしっかりタイミングが来たら次の動作ができる、動けるとかっていうことが必要なんですけど、まあそういうことを見直すあのこともできますし、一般の指導の中でもまあうまくいかないことがあったときにどんなあのところが原因でっていうのもまあ分かるような内容にしようと。インタースキーはそういう意味でワークショップって一方的なプレゼンじゃなくて、次こういうのやってみましょう、ではまあ最初はここでこの動きをとかっていう中でもう少しこうですよ、後悔っていうののやり取りがあるんですけど、まあそれを研修の場でもあのインタースキー経験してるでもはもうそれを海外でも行っているんで、まあ、国内の研修会どうしてもこう聞く側とプレゼンする側ってなりやすいんですけど、一つのグループで、まあ、そういう検証ができるようなテーマにしたかったんですね。だからそれが、まあ、うまく機能すればまた彼らも成長するし、まあ受けてる皆さんも楽しめるんじゃないかなって少し思ってるんですけど、最終日、雪上最終日になっちゃうんで本来雪上でやらないといけないことができないんで、まあもしかしてできるかも、できる場所があるかもって言ってまあ最初上に上がったんですけど、やっぱりできなくてまあ下がってくるという中で、まあグループ別に今回主任講師のブロック研修でリードする主任の講師の皆さんとまあ班別にミーティングを行って、ただプルークと横滑りとシュテムそれぞれ基礎バレにまあ滑りの中で展開していくんですけど、まあその中でも動くことはやることは一つで、滑りのこの発展の仕方はそれぞれですけど、あのその
動きを正確にやりましょうとか、まあ、細かい部分を打ち合わせできたので、まあ、午前中はそのことをすると。で午後に関してはそうですね、まあ、滑り方デモンストレーションの解説を最後はして、まあ、次、まあ、すぐに各ブロックの研修が始まるんですけど、まあ、そこでしっかりデモンストレーションができるように、まあ、準備はしたけど、まあ、試してはできなかったから、また不安な要素はありつつ、次の準備をしていると思うんですけど、そうですね、かなり厳しい状況でしたね。で、まあ、ただその普通中央研修会で発表したものを全国に配布してっていうのは今までですけど、中央研修会で発表したことをベースに次の要するに研修課題っていうか研修の仕方を考えるっていうことができたのが、まあ、今回だったかなと思っていて、だからそういう意味ではその一個の形を伝達するっていう回じゃなくて、一つのサンプルをここで今1回目のプレゼンをして、そこで起きた現象問題点だったり修正点は次のそれぞれのプレゼン、まあ、そのブロック研修なりそういうところでもっと分かりやすくとか、まあ、そういう、まあ、調整ができると思うので、まあ、そういうことを考えることができたのは、まあ、今回は収穫だったかなと逆に言うと思ってます。はい、ナイス。あのね、もっといたんですよ昔は、専門医の方が。だからもうなんて言うんだろう、泊まる時にその、まあ、見てる専門医の方の前でバーってターンして泊まって、ここをこう、ま、その前を移動するのがめちゃくちゃ緊張するっていうか、そう、いやーどうだったかなみたいな。そういう記憶がすごくあって、だけど、まあ、今日もそうですけど、 ベテランというか経験値が上がっていくと、あの局面が一番パフォーマンスが発揮できるっていうか、技術戦ってそうじゃないですか、なんか下にギャラリーがたくさんいて、そういうコートの一部に、まあ、そういう演出があるっていうか、だから向こうが見てるって熱量も分かるから、自分の滑る熱量っていうのも上がっていくっていうか、で特に低速のものは細かいとこから全部逆に言うと見てくれてるって思うから、逆に言うとすごいそれによってなんつったらいいんですかね、すごいなんていうの、心地いいっていうか、でそういう風になってきて、まあでも今日見ててそう思ってるでも、もう僕は何人もいたと思ってて、まあその意味ではみんなやっぱり堂々としてる上に滑りをするし、もう見てもここは今日すごい難しいっていうのは分かってるけど、まあ、そこでちゃんと滑れるモチベーションというかメンタルは、まあすごい変わってくんだなっていう。ただとにかく最初は緊張します。そうですね、まあとにかくアジアのリーダーシップをしっかり取るっていうことですよね。勝つ負けるとかじゃなくて、まあ、そのアジアでチームワークを働かせられないかなって考えています。だから日本だけが何ですか強いとか、日本だけがトップとかっていうことじゃなくて、全体でもっとこうこのエリアっていうのを、もっとこうなんとチームワークが働いて世界に認められるエリアになっていかなっていくように、まあしたいなって思います、ね。やはりオーストリーの国っていうのもインタースキーでも、やはり日本はそことのまあ友好関係っていうのがありますんで、まあ、この冬におそらくオーストリーのデモがまた日本に来て活動するっていうようなまあ話も出てるんで、まあ、今回インタースキーで一緒にセッションしたデモたちと、まあ、日本のデモたちが、さらにまあパイプがまた続いてですね、こう太くなっていくような、ことも考えています。だからまあやっぱり海外でもっともっと活躍していく場も作りたいですし、そこで活躍できるデモを育成していきたいというふうに思っています。はい、期待しております。お疲れ様でした。ありがとうございました。